ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は MVNO のマイネオから3ヶ月間基本料金の割引キャンペーンが発表されましたのでご紹介したいと思います。このキャンペーン、期間としては2019年2月1日から5月8日、この期間に契約した場合、月額料金が割引かれるというキャンペーンになります。割引額については、契約するデータ容量に関係なく、月額料金から500円が割引かれます。さらに6ギガコース、それから10ギガコースに限っては、それプラス割引額が追加され、6ギガコースの場合680円、10ギガコースの場合940円の割引となります。注意点としては、今回の割引サービスの対象となるのは、デュアルタイプとなります。このデュアルタイプという呼び方は、マイネオ独自の呼び方で、要は音声通話がついたプランになります。例えば、音声通話付きで 3GB。こちらのプランの場合、通常1510円の月額料金が発生するところ、キャンペーン期間中に申し込むことによって、3ヶ月間1010円で使用できます。そして、先ほどご紹介した 6GB と 10GB の割引額がさらに増加するプランについては、6GB の方が通常2190円のところ、3ヶ月間は1010円で使用できます。また、10GB については、通常3130円のところ、1690円で利用できるようになります。このキャンペーンは、今ご紹介した au プランだけではなく、ドコモプラン、ソフトバンクプランにも適用されます。例えば、ドコモプランの場合ですと、3GB のプランが通常1600円のところ1100円。10GB については、通常3220円のところ1780円になります。ソフトバンクは3ギガが通常1950円が1450円。10ギガは通常3570円のところ2130円となります。ですので、6ギガや10ギガといったこの辺の容量を契約しようと考えた方は、2月1日から5月8日の間に申し込むことによって、3ヶ月間だけ安い料金で利用できることになります。ただ、6ギガや10ギガ、1ヶ月にこのぐらいの容量を使い切ることはないという方の場合、あえてこのプランに申し込まなくても、例えば3ギガに申し込んでおくというのもいいかと思います。おそらくほとんどの方が3ヶ月以降もこのマイネオで契約しているかと思いますが、3ヶ月以降になってくると今回の割引が適用されなくなりますので、もし今回10ギガで契約してしまった場合、3ヶ月間は1690円ですが、それ以降は3130円に一気に値上がりしてしまいます。ですので、使いもしないのに10ギガを契約しておいて、そのまま3ヶ月が過ぎてしまうと、1ヶ月の出費がかなりかさんでしまいますので、そこまでデータ通信を行わないというのであれば、最初から3ギガのプランに申し込んでおくというのもいいかと思います。ですので、あえて無理する必要はなく、自分の使用用途に合ったデータ容量で契約していくのがいいかと思います。ということで今回はマイネオから発表された3ヶ月間割引キャンペーンについてご紹介しました。なお今画面に表示しているこちらのマイネオの公式サイト、それからマイネオの SIM カードを販売しているページのリンクについてもこの動画の概要欄の方にリンクを貼っておきます。詳細が知りたい方や実際に購入を検討されている方は動画の概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。